資源エネルギー庁によりますと、先月三十一日時点でのレギュラーガソリンの全国平均価格は前の週より零点七円値上がりして一リットルあたり百七十点九円になりました。四週連続の値上がりです。先週石油元売り会社に補助金を出す政府の価格抑制策が発動されましたが。 ガソリンスタンドによって在庫の状況などから店頭価格への反映に時間差が生じていて、完全に抑制できなかったとみられています。政府は補助額を1リットルあたり3.4円から3.7円に引き上げます。